Oh, Anna. まあ、そう、家庭挨拶なしにしようや。第一、ここはおめえ大帝国劇場だ。軍人言葉はいけねえよ。まあ、一杯どうだ。 噂だと？お、どんな噂だ？あ、言ってみろ。陸軍切手の戦略か。それが大帝国劇場の支配人で、なおかつ、 飲んだくれのじじいだと。そいつが、お前さんは気に入らんわけだ。そう言ってるよ。だけどよ、大神さん、いくら戦争で武勲を立てて勲章を胸にぶら下げても、 俺は一平人を殺したんだよ。敵も味方もな、殺しすぎたんだ。だからいいんじゃねえか、劇場の支配人なんてよ。 結構、あ、いや、結構、気だらけだ。おいじゃ、最初の任務だ。こいつに着替えて、受付行きな。へっ、そんな軍服のまんまじゃ、目立ってしょうがねえ。何せ、秘密部隊なんだからよ。 挨拶いらねって言っただろう。<笑>あ、さっさと行きな。<音楽>
もしもし、すみません、今日からこちらに来られた方ですね。はじめまして、お話は伺ってます。私、高村椿って言います。ここの売店でいつも売り子をしてるんですよ。団員のブロマイドなんかも揃ってますから、いつでも遊びに来てくださいね。立てましたか？毎度ありがとうございます。こんにちは。あなた、大神さんでしょ？私、榊原ゆりって言います。劇場の事務をしてます。どうぞよろしくね。はじめまして、大神さん。私、藤井かすみです。劇場の事務を取り仕切っています。
くださいね。